これは怖い話というよりかはなん不思議な話なんですけど体体体験験験談談談でですす僕らがそれこそさっき島田さんとも話したんですけどホリプロに2000年か1999ぐらいにいた時のホリプロに入る前に1年間下北沢でで毎日路上コンテやってたんですよへ<ー>その岐阜からあ岐阜っていうか相方が岐阜から大阪の美容専門学校行って僕が岐阜から 東京のその予備校に行って大学のでお互いがもしも俺が大学受かったらお前がじゃあ東京来いと、うん、で俺が大学全滅したら大阪行くよっつって俺が大学受かったんであいつが東京来てくれてうん、うん、でそこからお笑い始めようってうはもうなってたんでただどうやったらいいか当時もネットとかもないから全く分からずにでもうとりあえずじゃあ分かんないから路上コンテやってみようっつって、うん、で自分と相方が住んでる駅の真ん中が下北沢だったんでそこで毎日路上コンテやってたんですけど<ー>でそこの。 下北沢でずっとやってるときに。本当に意味がわかんないんですけど、もう一年間やってると、ずっとなんとなく流れが見えてくるんですよ。その人の流れというか、はいはい、あ、今日はその週末多いなとか。意外と平日でも火曜日少ないけど、木曜日多いなとか、うん、なんかそのうう時なんかいろいろそういうルールがあって。一ヶ月に一日だけ、毎月。なんかもやがかかる日があるんですよ。うん、え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 、霧がかってる日。え、街全体。街全体がボワーンって。 ライブやってるのはだいたい夜ぐらいですか夜です大体いつも夜の僕らがなんかお店やってたとこが閉まったそこのシャッターでやってたんで、はい、夜の8時9時ぐらいから終電ぐらいまでやってたんです<ー>で、その時にもやがかかってる時があってその日に限ってあんだけごった返してる下北が人がすっごい少なくなるんですよ だから今日もやの日だわ今日お客さん集まんねえわなんて会話してたのを<ー>うちの相方もそれを覚えてて、はい、でそんな日あったよねなんて今でも話すとあったねあれ何だったんだろうねなんて話しててでそこからそれもすっかり忘れてもう10年ぐらい後かな当時の彼女と下北沢にデートに行って、うん、で夜の12時ぐらいかな あのお腹減ったねなんつってちょっとラーメンでも食べようかなんてもう2人とも酔っ払ってて飲んだ後でで当時が今の駅と違って南口っていうのがあ,のあってその南口出たらマクドナルドが目の前にあるんですけど下北沢のそのマクドナルドじゃなくて線路の井の頭線の方をくぐる方の道あの大関スーパーの大関とか行こうの道あるんですけどそっちの方に2人で歩いてって線路くぐってんで 大関の前にに右側にカレードってパチンコ屋があるんですよの横,に,横かなに雑居ビルがあってでそこの2階に赤ちょうちん光ってたから「でラーメン」って書いてあったから「じゃあそこ行こうか」なんつって2人で入ってって,ってで中入ったらカウンターだけの店内はカウンターだけの客席で,、うん、で右側に厨房があってうん、うん、で大将がもう下向いても何も言わずにも愛想、まあ、は別によくないような大将で。 で、二人で一番手前のところに奥さ,ん奥さん、今一番手前のところに元カノが座って、それがその横に座って、で、二人でラーメン頼もうかと思ったら、ラーメン見たら200円って書いてあるんですよ。ええと思って、で、安っと思って。今からそれ10年ぐらい前で,で、ね、そう、10年ぐらい前ですただこれってその頃に 豪徳寺っていう駅があるんですけどそこで激安ラーメンでそれぐらいの値段のラーメンがあったからあっ<ー>ここもそれぐらい安いとこなんだと思ってラッキーなんて安いねな,なんて二人で話してでラーメン頼んででじゃあラーメン二つ下さいっつって別に大将返事もなく作り始めて、はい、で二人で喋ってる時にその当時の彼女はちょ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 」っつって「何どうしたの?」って「一門奥見てよ」っつったらそのカウンターしかないとこの俺ら一番入り口側に二人座ってて。 で彼女が一番入り口側なんですけどそっから一番奥の方見たら酔いつぶれた女性がこうやってうなだれてるんですよ一番奥の席で、はい、で、うん、酔っ払ってるだけじゃんって言ったら違う違う下見てよって言ったら足が透けてるんですよんでうんうんってなってあれ <laughs> って思ってなんか口に出したくないからうんでパッて大将を見たらもう顔が青白いんですよほう ずっともううだろう表情もない表情でずっとなんか黙々作業してる感じで「ん?」ってなって「あれ?」っていろいろおかしくなってきてんでバッて後ろ見たら当時ってあの新聞がいっぱいあの金具につけられてページの元のところがかけられてるやつあるじゃないですかそれの新聞パッて見たら「1950何年」って書いてあるんですよで「うーん?」ってなってでいろいろとやっぱちょっと待ってってなった時にラーメンが来て2つでラーメン食べて何も味もしなくて。 ままずずいいっっっっててて思ったけどななんかこれまずいっていうのだその時に俺も思ったし多分当時の彼女も思ってでごちそうさまでしたってお金を払ってでその時にその店を出たんですよで店を出た瞬間に、うん、バンってなんか戻った感じがしていつもの下北に戻った感じがしたんですね、うん、でその時の下北がもやがかかってたんですよであれって俺その時にいろいろバッて思い出して、はい、下北って なんかもやかかってる時人少ないし何か不思議な感覚すんだよなっていのを思い出して、うん、でその話を当時の,その彼女にしてでそこから「何だったのちょっと怖いね」なんつってもうそこからも急いで家帰ってその時はでそこから大竹誠さんのラジオに俺らその時にレギュラーで出させてもらってたんで大竹さんにそんな話をしたんですよ。から屋でっつったら であのなんか下北って俺,もう俺らしかもうそれ誰にも共感してもらえないんですけどもやがかかる日が月に一回ってっつったら「ああるよな」っつって「えー、でっあれだろ?」っつって「なんか人通り少なくねえかその時」って言われてうっ「そうなんですよ」ってなんかさあそこってさ」なんかよく言われてるのがそういう夢を追う人とか多いからバンドマンとか演劇の人とか,、うん、なんか磁場がちょっとなんか不思議な感じだからみんなそこに引き寄せられるみたいに言われてるんだよねみたいな言われてて。<ー> でそうなんですよでその思いのかかってるにこういう体験がっつったら普通に大竹さんはあーって信じてくれてでそこからもうそれで終わってでそ,その2ヶ月後ぐらいかな当時のその彼女が夜のお店をしてたその銀座のクラブみたいな、うん、でその時にそ,のそれが終わってで俺と会った時にすごい血相を変えて「ちょっとちょっと」っつって「あの覚えてる?」って前のあの下北のラーメン屋の「お覚えてるよ」っつって。 今日来たお客さんが下北辺りの,その大地主さんだったんだけどその体験の話したらっつって「えっ?」っつって「えなんで知ってんの? <laughs>」まず「んで知ってんの?」なんですよ。カウンターだけの席とかこういう店内のって感じの話した時にでそんな店確かにあったけどそんなのもう3十4時年前に潰れてるよ確かっつってその場所にあっ,たってすげえ。と思ってうん でそれで聞いてじゃあちょっと次の日見に行かないって言って見に行ったらその雑居ビルのその2階のところがもうほんと何十年も店やられてないぐらいボロボロの空きテナントになってて、ええ、これもしかしたらだからちょっとなんだろうタイムスリップしたのかなってその一瞬だけ <laughs> っていう体験なんですけど面白いそうそう,そう,そう,そうだから怖い話ではないんですよなんか不思議な体験をしたなっていうんで俺だけだったらまだその夢の可能性もあるけど 当時の彼女も覚えてるし大竹さんも共感してくれたしで相方ももやがかかる日は知ってるしこれだからいろいろつながるから、はい、っていうのは体験でしましたっていう話ですねいやーこれどううなんだろういやいいいやすごい面白い話 <laughs> 不思議ですよねいやでも確かにその新聞も1950年代の新聞だったんでしょうあでもう一個言わせてそこにちっちゃい本当にブランカのテレビがあったんですけどそれがずっと砂嵐だったんですよ <laughs> でもそれもあったわそれも意味分からないです、ね、意味分かんないです砂嵐を流してるなんておかしい,いですかそうそう分かんないですでもうなだれというとも足つけてるし新聞も1950なんで大将はあいつが悪いのかなと思ったらもう血,血色が悪くてもう無表情でずっとつく値段も200円っていうとう多分きっと当時の値段多分当時の値段なのかなっていうで面白かったのが、うん、ラーメンの味しなかったって言いませんでしたそう味がしなかったそれがすごく興味深くてそうむっちゃ怖いだとりあえずまずって思ったからはあ <laughs> なんだろうその時の俺らのとっさの判断はいろいろ間違ってなかったな,なんかまずいとか言っちゃったらどうなるんだろうっていうのが考えちゃってう、ね、もう怖いって気持ちになっちゃってるんでっていう体験をしましたね <laughs> 大隈さんがねこのほら、はいはい、ねずっと演出をやられている、はい、ずっと下北沢に住んで、はい、会社も下北沢って人なんですけど、はい、月に1回もやがかかるっていうのちょっと分かる気しますなんかありますよね 今は俺正直もうそんなに下北しょっちゅう行ってないからわかんないですけど当時の下北ってあのなんだろう湿気多いってもやかかってる感じするじゃないですかははははあの街灯とかもぼわーんってしてるみたいなああいう感じのもやがずっとかかってる感じなんかねもう変に、まあ、もちろん経験談だから嘘はもちろん言ってないと思うんだけど、うん、変にその話を信じちゃう一つの理由として、うん、今下北沢ってあれとね駅前ってすごくこう綺麗になったりとかしたじゃないですかちょっっっと前の下北沢ってやっぱり 独特の土地なんですよね本当に独特の土地なんですよさ、まあ、っき言ったようにお笑い芸人さんとかバンドマンさんとか劇団員さんとか、うん、みんななんかこう熱い思い持ったそ<う>なんかすごいこうね気持ちの強い人たちがぐーっと集まってなんかしかもなんかあそこ引き寄せられてそう本当引き寄せられる感じであそこみんな集まってる感じがするでお酒飲んでる人がいてなんかっていうなんかとにかくエネルギーがすごい感じがしましたよね あそこにいると何か自分の存在証明というかそういう夢を追ってる人たちはあそこに行くことで何か安心する何かがあるぐらい引き寄せられてたからそういう何か思いの塊みたいなのもある場所なのかそれともそういう思いを寄せ引き寄せる何かがあるのか。やっぱ不思議なそういうういい時空を越えてしまうぐらいの、うん ちょっと通常ではない磁場。そう、なんか本当にその感じがしたんですよ、ね。なんててる土地なのかもしれないですね。なんかあそこは磁場が歪むとは言われてるようなって、だから大竹さんも言ってたときに。だからね、僕思いました。まあ、僕も今四十、今年四になる年ですし。うん、だから、大竹さんなんかもっと上だ、言ってないですか。だから、多分、四、まあ、四十代ぐらいから上の方だと、なんかあの下北を知ってる人からすると。<う>なんかね、ちょっとこう、わかる。 本当になんかディープなスポットというかまだその雰囲気がちょっと残ってるの高円寺とかああいう系ですよね。<ー>それのもっとぎゅっと凝縮された本当に何だろう苦しいんでる人たちもいっぱいいる空間だしあそこあがいてる人たちもいるし夢叶えた人もいるしそであそこにいる人で離れたいっていう人いないしなぜかあそこに何か携わってる人でだからなんかすごいその今の下北沢しか知らない人はもしかしたらピントは来ないかもしれないけど。 もう本当に飲んだくれてもう映画じゃないけど昨日まで留置場にぶち込まれてたんだよなんていいうお客さんがいたりとか <laughs> 当時はね、うん、当時はっやっぱりこうなかなか、ね、売れないんだっていうねこうすごくね鬱憤を、ね、抱えてる方たちがみんな飲んでて。うん、そう でみんなで頑張ろうぜ、ね、頑張ろうぜなんてんで俺らも路上をやってる時にバンドマンの兄ちゃんがいつも来てくれるあっちゃんっていう兄ちゃんがいてでその人が当分来なくて「えどこ行ってたんですか?」っつったら「昨日まで留置場いた」とかでもずっとなんかもう <laughs> 本当にビールとかくれたりとかお客さんもみんな見に来てくれたりとか横のスナックのもう5 6 0のおじいちゃんおばちゃん夫婦がいつも終わった後に差し入れくれたりとかうそういうような街だったからそれがね月に1回だけ何かもやがかかったように見える日が、うん その日は人通りが少ないっていう,そうなんか素敵ななんかいろんなことを考えちゃう話でしたねどうなんですか人通りが少なくなっているのかそれとももやがかかってる側に入っちゃってる俺らが入っちゃってるのかどっちも考えられどっちも考えられますらその日だけちょっと時空が違う年代に行ってたっていうことかもしれないですよね